俺だよ。ということでどうもおはようございます、こちらこんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイとさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、新しいイベントクエストが来ております。こちらでございます。秩序なきものに明日はない、バゼルギウス歴戦ですね。歴戦バゼルギウス1頭の狩猟でございます。こちらのクエストをクリアするとハンターランクボーナスが乗って、まあ、ハンターランクが上げやすいクエストとなっておりますが、まあ今のモンハンワールドでハンターランク100以上上げるメリットはほとんどないのであまり意味ないのかなと思いますけども、まあ、歴戦バゼルギウス、まあ、ガンナー的、もうガンナーの的の敵、まあ剣士は辛いでしょうね。今回はですね、僕はグラグリードを久々に引っ提げてちょっとこいつ頑張っていきたいなと思います。バゼルはちょっと苦手なんでね、気合入れて、しかも歴戦か、相当辛い対戦になると思いますが頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さ、じゃあまずバゼルギウスまで会いに行きましょう。見つけた。え、怒ってるやん。それさあやっていきましょう。ちょっとこいつの方向はマジで重たい。怒ってる状態かよ。それちょっと待って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 待てよ。あいつのあの顔の下のとこに追っとかないと弱点に当たらないんで。ああ、方向それかわせないか、防げないか。さあ、タックル来い。当たり判定長いんで気をつけてくださいね。叩きつけ、投げ払いは狙っていきません。こっちいた。何、何に当たったの。超えすぎじゃない。ちょっと、じゃあ一旦言いましょうね。爆弾2回食らったら終わるか。いやー、まあさすが歴戦か。歴戦バゼルギウス久々戦うな。まずバゼルギウスあんまり行くことないですからね、まあ、そっからなんだけど。いやー、もう確かどっか落石かなんか狙えた気がするけど、弾がない。弾がどう狙う、これ。走ったら爆弾落とすし、あ、あ、こっちか。はい、ちょっとした。じゃあ今のうちに投げ払い、うお、危ねえ、爆弾。さあ投げ払い入れていって、さあグラグリードといえばもうガンラン最強の物理攻撃力、いいダメージ入りますよ。 OK、 突っ込みます、叩きつけます。かすりました。ストンプ見えてる。それマジ、ガセさんだったらノックバックしちゃうんですよこいつの声。どんだけでけえ声。いやー素晴らしいね、ありがとうございます。さあ投げ払って、こっから流行砲ぶっ刺します。いいダメージ、いいっすね、いいダメージ入ったよ。さあ叩きつけ、さあ方向、さあ一旦これはエリア移動でしょう。いやーいいダメージだね。おい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 、びっくりする。切り上げ、ちょっとあれから以前ね、バゼルギウスに以前挑戦したことがありまして、その時結構悲惨な結果だったと思うんですよね。だいぶダメージ食らっちゃってバゼルギウスに振り回されたって感じだったんですけど、あれからちょっと熱い、一応こう戦い方というものをこう勉強しまして、まあ、ある程度戦えるようになったんじゃないかなと思うんですけど、関係ないねあんまり。やっぱ爆弾の落ちるタイミングがやっぱランダムなゆえに、そう、もう結構運が絡んでしまうと言っても過言ではない。落とす、この後も爆弾怖いんですよね、落ちるから。さあ投げ払って流行砲いきます。それあちちちち、こんなことが起きるから、割とね思いついた結論がやっぱり爆弾の位置次第っていう運ゲーになってしまうということですね。ガンナーだとそういうわけにもいかないのかな、やっぱこう距離が離れるわけですから、こう爆弾の心配はほぼないでしょう。まあ、なんか不発弾とかだけぐらいか注意するのは。ですけどやっぱこうガンランスとか敵の下で戦うような武器はね、特に爆弾は本当にやらしいよね。叩きつけは出らんかった、方向かと思った。よいしょ、突っ込んで上げていきましょう。あー痛い、切り上げます。こう隙の多い投げ払いを封印することによってある程度こう防御張れる時間がつくかなと。そう、投げ払いを封印しました。やっぱ強いから入れていきたいなっていう。おお、やばい、2つ危ない危ない、
まあ、こう投げ払いはすごく強いですからね、今の状態は260、250ぐらい出てますから、あっち、爆弾あった今、見えんかったじゃん。あるわけですから、こうやっぱ投げ払いを狙っていきたいなと思ってた。お、危ね、あー、もう一回落とすか。4回目やったかな、4回落ちるんやったかな、こいつ。叩きつけまでかな、投げ払い、切り入る。切り上げます。オッケー、うん、しっかりガードすれば勝てる。あなんかもう察するよねマジで。ここまで来るとちょっと待って待って、ダウンつこう、ダウンつこう、ちょっと不発弾が近くなる。あそこまで来るともう見た瞬間、あ、俺はダメージを食らうなっていうのがこう明白に分かるんで、まあある意味イザキのいい、イザキ良くねえよ全然。もう嫌だよ本当に。叩きつきます。さあプレスは、マジかよ。方向、耳栓がないんですよ今回。方向してる時の攻撃できないんですよね。グレートも数ねえしよ、ほら待てってタックルしてたな今。プレスじゃないですよね。ここで先行玉使うわけにはいかないですね。一旦ここで飛ぶ、いや飛ぶのやめておこう。どっか行くんかい足削ってるのは。ちょっと待って待って待って、ちょっと、あースタミナがない、スタミナが間に合うかそれ。多分飛ぶ、いや寝るの、寝るのか。そうか、でもせっかくだから討伐したいんですけども、投げ払いだけを当てたい。オッケー、いいダメージだね本当。それ吠えない、叩きつけまで入る。よいしょ、方向はこっち方向、方向はこっち方向今のダジャレじゃないからね今の全然ダジャレじゃなかったから。今自分で言ってみてちょっと恥ずかしくなってきたけど、おーれ全然違いますからね。でも以前より火ダメはねマジ減ったと思うんだけど、まあ相変わらずやね。投げ払いここでディレイで当てる。あ、無理やった。爆弾怖い、爆弾怖い、よし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 、バカもうちょ怖い、危ない、やっちゃった。無理です、無理です、飛躍を投入します。ちょっともう勘弁してください本当、マジで無理だから。ブレス、オッケー、はい、ここひるむ、そこでグリャグリ強えよやっぱ。オッケー、ああ全然慣れてないじゃないか、勉強したのにバゼルギウスの対策のために俺めっちゃ勉強したのに。怒ってる時、 あそこで爆弾が落ちるよみたいなのやって実際に経験してカットやったのに、まあ、これで失敗に爆弾がつくことはほぼなくなるでしょう。マジ？いた、ええよ、なかったスピンが。うわ危ねえ、あー行ってよやっぱり。うっそ、ここでピュアル、あー、あきら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 、ちょマジでほんと爆弾だけマジでかわせない。あ、待て待て、こっち見て、こっち見て、こっち見て、オッケー助かったわ。もうあともうちょっと直せるって、あいつタックルこっち方向、大丈夫、叩きつけだけ当てる。無理でした、爆弾爆弾爆弾、もうない、ないねもうないねってダウンです。さあここで流行砲刺さりたかったけど、その前に倒してしまった。はあ、でも勉強したのに全然ダメじゃないですかいやちょっとガンランサーの人バズリクエスどうしてんだろうね。もうため砲撃でやってるのかな。殴りの方が相性良さそうではあるんですけど、まあいかにねガンナーがバゼルギウスに強いかっていうのがよく分かりましたよ。ガンナンスが本当になぜこいつが苦手なのかがもう明白に分かるわ。いやーマジ今後の課題ですわ。今後またバゼルギウス、エクセンをバゼルギウスとか出てくるかもしれんけどね、分からんけどね。さあ、
報酬なんですけど、特に変わったことはないですね。さあハンターランクが何本ぐらいまで、上昇するのかってところが注目ですね。まあ、今までハンターランク上げのやつたくさん3つ4つぐらいあったと思うんですけども、どれが一番効率いいんでしょうね。まあ、パーティーで行くんやったら、え、全然上がってないやん。ハンターランクが高いんかな。まああんまりバセル技術借りに行こうとは思わないですけどね。ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。